皆さんこんにちは、サトボーです。今回は生成の系譜におけるラキシスのカップリング考察をやっていきたいと思います。プレイスタイルによってどのカップリングが優れているかは人それぞれなので、あくまで僕の個人の意見として聞いていただけると幸いです。まず軽く人物紹介をしていきたいと思います。ラキシスはノディアン王家の王女であり、シグルドの親友であるエルドシャンの妹です。初期クラスは剣と杖を扱うプリンセス。はじめはパラメータが低く、とても戦闘要員としては運用できないのですが、マスターナイトにクラッシングすると一変、移動力が底上げされ、クラッシングボーナスも凄まじく、ほぼ全ての武器が使用可能になります。また、聖戦士ヘズルの血筋により力がよく伸び、スキルカリスマにより周囲3マスのユニットの命中、回避を補正することができます。子供はフリーナイトであるデルムットとトルバトールであるナンナ。二人とも騎馬ユニットであり、スキルカリスマによる支援が非常に有用です。ただ、ラキシスの追撃スキルは兵種スキルなので、子供には継承されません。したがって、追撃墓地の父親とカップリングさせ、戦闘で活躍できるようにする。または、戦闘ではなく、完全にカリスマ要員として運用するなどを考えられます。父親によってユニット性能がどう変わるのか、一人一人比較しながら見てみましょう。まずはノイッシュ。デルムットに剣 B まで継承可能であり、スキルは突撃、必殺が継承されます。攻撃的なスキルが多いので、ハマれば火力は高いのですが、肝心の追撃がないため安定した火力は見込めません。成長率は力、守備が高めですが、技、速さが少し物足りないと一長一短。また、ノイッシュは登場が早く、クラッシュ事故は歩幅が合うため、カップリングもそこまで難しくないです。そうして、決して弱いカップリングではないのですが、やはり追撃のスキルがないのが気になってしまいます。また、技、速さも低めに落ち着いてしまうため、あまり評価は高くないです。ちなみに、実は恋人かよがあるカップリングです。まだ見たことない人はぜひ見てみてください。続いてアレク。デルムットに剣 B まで継承可能であり、スキルは追撃、見切りが継承されます。追撃があるのがでかいですね。これにより安定した攻撃が見込めます。また、親世代ではほぼ空気だったスキル、見切りも、子世代では必殺持ちの敵がちょくちょく登場するので、割と有用なスキルです。成長率も全体的にバランスが良く、どの能力もまんべんなく伸びます。また、アレクも登場が早く、フラッシュ2個は歩幅が合うため、カップリングもそこまで難しくないです。そうして、スキル、成長率、カップリング難易度、どれも申し分だし、おすすめのカップリングの一つです。続いて、アーダン。デルムットに剣 A まで継承可能であり、スキルは待ち伏せが継承されます。待ち伏せも、まあ、弱くはないのですが、やはり追撃や攻撃回数を増やすスキルが欲しいですね。成長率は力、守備は高めですが、技、速さはかなり低め。特に技は低すぎて命中にかなり不安が残ります。またアーダンも登場は早いのですが、クラッシュ事故は歩幅が合わないため、序盤から意識的に隣接させないとカップリングは少し難しいです。そうして守備の高いカリスマ要員と割り切れば使えないことはないですが、ノイッシュやレックス騎士でも同じような運用が可能であり、ほぼ常用感なので評価はめちゃくちゃ低いです。ごめんなアーサマ、別の恋人探そうな。続いてアゼル。デルムットに剣 B まで継承可能であり、スキルは追撃が継承されます。継承スキルは一つだけですが、最も重要と言ってもいい追撃が継承されるのは高評価です。成長率はアゼルのファラの血筋によりマルクが高くなるのが特徴です。物理系騎士ではナンナのマルクはほぼ伸びませんが、アゼル騎士ではしっかり伸びます。これによりリライブでも十分な回復量になります。デルムットもマルクが高くなることから魔法剣を用いた運用が強力です。速さも高めですが、技が低めになってしまうので、命中が安定しない点はデメリットです。また、アゼルも登場が早く、お互い歩兵から騎馬にクラッシングするため、割と歩幅は合いやすいです。そうして、追撃が継承され、ファラの血筋により魔力が伸び、魔法剣での運用やナンナの杖運用がしやすいカップリングです。ヘズルの血筋により、力の成長率が最低限確保できているのが素晴らしいですね。個人的に最もおすすめのカップリングです。続いて、レックス。デルムットに武器継承はできず、スキルはエリート、待ち伏せが継承されます。エリートにより成長が早いのはシンプルに強力です。成長率はネイルの血筋により守備が高くなるので、硬いカリスマ要員として十分運用できます。ただ、技、速さが控えめであり、攻撃的なスキルもないため、戦力としてはいまいちな性能です。また、レックスも登場が早く、クラッシュ事故は歩幅が合うため、カップリングもそこまで難しくないです。そうして硬いカリスマ要員と割り切れば悪くはない性能。エリートにより成長も早いので育成も楽です。続いてフィン。デルブットに武器継承はできず、スキルは追撃、祈りが継承されます。重要スキル追撃に加えて祈りまで継承されるため、スキル面は文句なしです。
成長率も全体的にバランスが良く、特に幸運がよく伸びるのが大きな特徴です。また7章の親子会話でナンナの速さがプラス5されるのも高評価です。ここまで割と文句なしなのですが、フィンは3章終了時に離脱してしまうので、カップリングが難しい点は惜しいです。あとフィンをカップリングさせると、小世代でフィンが鉄の槍1本で登場するのも地味に厳しいです。そうしてスキルや成長率は素晴らしいのですが、カップリングの難易度とフィンの武器問題がどうしても気になるため、最大評価から1つ落としました。多くの方から人気があるカップリングであり、自分も大好きな組み合わせです。続いてミデール。デルムットに武器継承はできず、スキルは追撃、突撃が継承されます。スキル面はグッと素晴らしいです。成長率は速さが少し伸びやすいのは高評価ですが、他はあまりパッとしないです。またミデールも登場が早く、クラッシュ時後は歩幅が合うため、カップリングもそこまで難しくないです。総じてあまり語ることが少ない組み合わせです。なぜなら後に紹介するベオウルフのほぼ介護官的な存在だからです。よってミデールと組ませるならベオウルフでいいというのが結論なのですが、スキルは十分、成長率、カップリング難易度もそこまで悪くはないので、ミデール父でも十分戦力になる子供たちになります。続いてデュー。デルムットに剣 A まで継承可能であり、スキルは値切りが継承されます。強力な武器や杖の修理、リングの買い物が半額になるのはいいのですが、攻撃性能は控えめです。成長率は全体的に高水準であり、どの能力もまんべんなく伸びます。唯一 HP だけ低めになる点は気になってしまいます。デューは2章で盗賊の剣を渡す会話イベントがあるため、カップリングはかなり楽です。総じてパラメータは非常に高いのに運用しづらい子供たち、やはり追撃や攻撃的なスキルがないのが響いています。値切りを生かして強力な武器やリングを出したいです。また今回カップリングのしやすさはメリットとして捉えましたが、デューとカップリングしたくない場合でも勝手にくっつく可能性がある点は注意です。続いてジャムカ。デルムットに武器継承はできず、スキルは連続突撃が継承されます。攻撃的なスキルが多いのはいいのですが、やはり追撃がないのが痛いです。成長率は力幸運はかなり伸び、速さ守備もまずまずですが、技が致命的であり命中に難ありです。またクラッシュ事故は歩幅が合わないため、意識的に隣接させないと少しカップリングは難しいです。総じて大事なところが足りないカップリング、攻撃的なスキルは多いが追撃なし、ヘズルの地で補正できる力が高く、ラケスに不足している技が低いと噛み合いが悪いです。続いてホリン。デルムットに剣 A まで継承可能ですが、ホリンの追撃は兵種スキル、月光剣は剣歩兵専用なのでスキルは何も継承できません。成長率はラケスが低めな技がオードの地により大きく補正され、 HP もかなり高くなるので、数値だけ見るとめちゃくちゃ強そうです。またクラッシュ事故は歩幅が合わないため、意識的に隣接させないと少しカップリングは難しいです。総じてデューと同じく見た目だけ強そうな子供たち、スキルが何も継承されないのは痛すぎます。余談ですが、もしこのパラメータで追撃と結構剣を習得できたらめちゃくちゃ強そうですね。続いてベオウルフ。デルムットに剣 A まで継承可能であり、スキルは追撃突撃が継承されます。武器スキル継承ともに最強です。成長率もバランスが良く、強みはないですが弱みもないといった成長率です。そして2章の会話イベントにより恋愛値が大きく上昇し、ラケスのパラメータも上がるのが非常に高評価です。クラッシュチェンジ後は歩幅も合うのもグッドです。総じて困ったらとりあえずくっつけておけと言えるカップリング、武器スキル継承成長率専用会話と隙がないです。トラキアでもデルムットが物議を醸す武器を持ってきますからね。続いてレヴィン。デルムットに武器継承はできず、スキルは連続必殺が継承されます。攻撃的なスキルは素晴らしいのですが、何度も言う通り追撃がないのは厳しいですね。成長率はセティの血筋により速さがよく伸び、 HP 魔力も悪くないです。魔力が伸びることから魔法剣運用や杖での回復も期待できます。またクラッシュ事故は歩幅が合わないため、意識的に隣接させないと少しカップリングは難しいです。そうしてこの子供たちだけ考えるとそこまで悪くないカップリング、ヘズルの血により力、セティの血により速さが伸び、攻撃的なスキルも多いです。しかしデルムットがフォルセティを持っているのを見ると涙が止まりません。最後にクロード。デルムットに武器継承はできず、スキル継承もなしですが、ナンナの杖レベルが B となります。成長率はブラギの血により魔法の成長率が高く、魔力も伸びるので魔法剣運用や杖での回復も期待できます。またクロードの登場が遅いかつ歩幅が合わないのでカップリングは難しいです。そうしてナンナだけを考えればかなり有用なカップリング、
レストやリブローが使えるようになるほか、終盤の状態状勢や遠距離魔法に耐性があるカリスマ要因はかなり優秀です。デルムットも魔法壁のカリスマ要因として割り切れば良いのですが、さすがにスキルなしは厳しすぎるので少し評価を落としました。バルキリーの杖はコレクション要素になります。以上、ラケシスのカップリング考察でした。個人的おすすめはアゼル、アレク、ベオルフも文句なしに強力だと思います。ナンナのみに焦点を当てるならクロードも悪くないと思いました。皆さんの一押しカップリングもぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。他のカップリング考察動画も投稿予定なので、聖戦の系譜が好きな方、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。